話し方向上委員会ミノチャンネルでございます。今日のテーマは退職の挨拶に迷ったらこれ、好印象に残るスピーチとは、お届けいたします。退職っていうとね、まあそのお勤めの終わりってことになりますけれども、まあ終わり方って大事ですよね。去り際は丁寧にできない方にその後のご縁もへったくれもないと思うんですよ。全然ちょっと違う例ですけど、例えばジムとかに行ってね、使い終わって器具そのままにして帰る人とか言ったらね、印象悪かったりしません？ちゃんと片付けるのもそうですけれども、片付けた後にね、こう入り口でこう礼をして最後出てく人なんかいたら、ああ素晴らしい方だなって思ったりするわけですよ。食事言ったら終わった後にごちそうさまでしたって最後ね、ちゃんと挨拶できる人がいたら、やっぱりこういう印象だし、いい人だなってね、やっぱり終わり方って大事だなと思うんです。退職の挨拶っていうのはその会社で受ける最後の挨拶になるわけですけども、まあ、他のコミュニティでも大会する時の挨拶なんていうのはあるかもしれないし、なんか別れる時の挨拶なんていうこともあるかもしれないですよね。でも終わりの始まりというか、そこを丁寧にできる人っていうのにやっぱり人間関係って紐づいていくと、まあ、ご縁ってつながっていくんじゃないかなっていうふうに思います。これ心理学では親近効果なんても言われることがあって、簡単に言えばですね、最後の印象って記憶に残るよねって話なんです。映画だってやっぱり最後のねクライマックスを一番覚えてたりするし、初めましての人もね、最後爽やかに挨拶して終わると、あ爽やかな人だなって印象が残ったりしません？やっぱり最後って大事よねということなんです。で、今日のテーマ、先に結論をお伝えすると、退職の挨拶に迷ったらこれと言ってる、このこれっていうのは何かというと、今から退職の文章を言いますので、これを丸々コピペしてくださいねっていうことではないんです。多分退職の挨拶例とか言って検索してみれば、まあ Google とかでも何でもいっぱい出てきます。まあだからそれを参考にするのは別に決して悪いことではないんですが、文章をね丸々コピペして言ったからって自分の思いも乗らないし、やっぱり聞き手もね分かるわけですよ。どっかで聞いたことあるなみたいなね。それよりも今日お伝えするこれっていうのは何かっていうと、文章そのものではなくてスピーチの流れです。こういうふうに順序立てて設計していただくと、好印象の残るスピーチが作れますよという方法なんです。そして退職の挨拶ってことに今日特化をしてお伝えしますけれども、退職の挨拶だけじゃなくて、何かのスピーチとか、結婚式の挨拶でもいいですね。朝礼の1分間スピーチとかでもいい。そういったものにも使えますので、ぜひこの流れを組んで練習してみていただきたいと思います。こちらのチャンネルは伝わる話し方に特化したチャンネルです。ぜひこういったスピーチとかプレゼントとか話し方、会話、困ることがあればですね、コメント欄に入れていただけると今後の動画の作成に活用させていただきますので、ぜひコメント欄もどしどしお待ちしております。さあ早速今日の中身です。今回の拠り所はドンということで、これは角川さんから出版させていただいた私の本になるんですけども、30秒で伝える全技術という本の中からクイックスピーチという項目をピックアップしてお届けします。この手法はですね、全国の受講生の方とか、あと読者の方からも非常に活用いただいてですね、分かりやすかったですとかね、話のテンプレート作れましたなんていう声をたくさんいただきました。このクイックスピーチっていうのは、まあ主に1分からまあ5分ぐらいの短い、まあショートスピーチを作る時の流れというふうに組んでみてください。どんなものかというと、SGKGS モデルと言います。最初の S はシチュエーション、次の G はゴール、そして K はキーメッセージ、次の G はグラウンド。グラウンドっていうのは根拠っていうことです。S っていうのはサマリでまとめ。この流れを通じて SGKGS モデルと言ってます。この順番で設計してみてくださいねということなんです。で、今日は具体例があると分かりやすいと思うので、まあ、退職の挨拶っていうことに絞ってちょっと特化をしていきますけれども、まず一番最初に S、シチュエーションっていうのが出てくるわけです。これは何のスピーチをするときもそうなんですが、まずシチュエーションから確認していきましょうねということです。どういうことかというと、例えば退職の挨拶で、家内の10名の方にスピーチをするのか、100人集まっているところで挨拶するのか、もしくはお客様に退職の挨拶をするのか、まあ、お客様にスピーチはしないと思うんですけど、どんな人に対してやるのかによって話す内容って全く変わると思いません？だからまず必ずシチュエーションから設計をしていきましょうねということなんです。今日は退職のスピーチということなので、まあ、同じ課の10名のメンバーの方に退職のスピーチをすると、そういうシチュエーションで喋るんだなというのをまず設計をすると。そして次、よし、じゃあ話すことまだまだなんです。G っていうのは何かっていうと、ゴール、話した後に何を得たらこのスピーチは成功と言えますかと。もうスピーチとかプレゼンも全部そうなんですけれども、必ず最初に成功の定義っていうのを決めます。どうなったら成功か。いや、それはもう緊張せずに喋れたら成功ですとか、考えてたことを一語一句間違えずに喋れたら成功です。まあ、それを成功と定義する方もいるでしょう。まあ、それもいいと思います。とにかく、もう感謝の気持ちを伝えたいと。もうこれが伝われば私のスピーチは OK だと。
いう方もいれば、この会社素晴らしい会社ですから、ぜひその素晴らしい会社であるということを伝えたい。これが伝わったらゴール OK と。そのゴールによってもですね、話す文面ってまるで変わってくるということなんです。シチュエーションがあって、まずどうなったら成功というかゴールを決める。そして次真ん中の K ですね。いよいよここから話す内容に入っていくんですけども、それを踏まえて K っていうのはキーメッセージっていうことです。まずこのスピーチの中で一番何を伝えますかっていうとキーメッセージを作ります。もう一言とかでいいです。単語一言、もうこれだけ伝えれば OK ということなんです。例えばさっきお伝えしたみたいに、もう感謝、ありがとうございましたという感謝というこのメッセージが伝われば OK なのか、皆さんにはこれからも引き続き挑戦してもらいたい、挑戦っていうキーワード、これが伝われば OK とするか、それとも、成長、皆さんのおかげで成長できましたという、この成長というキーメッセージを伝えていきたいのか、まあ、これも人によって違うと思うんですけども、まず一番何を伝えますかというこのキーメッセージを決めます。そして次また G がやってきます。G は何かというと、そのキーメッセージ決めた、なんでそう言えますかということ。ここにエピソードが出てくるわけですね。例えばキーメッセージが感謝ってことであれば、感謝、なぜそう言えるのかって、次グラウンド、根拠ですね。ここにはエピソードが出てくる。私は入社当初、もう右も左も全く分からずおどおどしているところ、田中さんに助けていただいて、全部細かく教えていただきました。仕事で失敗して落ち込んだ時に、鈴木さんに3時間もずっとお話を聞いていただきました。時には私が怠慢だった時に高木さんから真剣に怒っていただきました。本当にかの皆さんに支えていただきました。皆さんから助け合うっていうことの意味を教えていただきました。本当にありがとうございます。感謝いたします。という、この感謝っていうね、伝えるためのなぜかってこのエピソードがあるわけですね。この辺がまあ話の本題になってくるということです。もしくはキーメッセージがね、皆さんにエールを送りたいと、もう挑戦なんであれば、この会社は本当に面白い会社でした。もう企画会議なんて言うとね、思いつくまで眠れませんみたいなこと言って、もう朝までもう飲みながら企画会議してたみたいなね、昔ですけどよくやりましたねとかね、鈴木部長はブロッコリーが苦手だということで、鈴木部長のポッケの中にね、こっそりブロッコリーを仕込ましといたら、お、誰だこれはなんて言って、鈴木部長も怒りながらめちゃめちゃ笑ってたみたいな、そのノリでブロッコリーのキャラクター作ったらバズったとかね、いろいろ面白いことがありましたけれども、いや本当に面白いと思ったらやる、挑戦するっていうのがこの会社のアイデンティティだと思うんです。もうぜひ忘れないでいただきたい、まあ、みたいな、まあ、こんな話するかどうか別ですけれども、その成長を続けてほしいって、成長とキーワードがあるでは、それにまつわるエピソードがあるわけですよ。それがまあグラウンド、なぜそう言えるかって根拠を伝えていく場面ということです。最後 S、 サマリ、これまとめということなので、もう挑戦がこの会社の原動力だと思います。ぜひ面白いと思ったことにこれからもチャレンジし続けてくださいっていうまとめがあってもいいですね。感謝っていうキーワードでさっきみたいなお話したんであれば、今後皆さんにご恩をお返しできるように私も尽力してまいります、本当にありがとうございました、心から感謝をお伝えしたいと思いますみたいな形でまたまとめていただくと、こう話すとシチュエーションちゃんと設計をしてね、ゴールを決めてからキーメッセージを作ってエピソードを乗っけて最後まとめると、なんか一本筋が通ってるように見えませんかね。いろいろ伝えたいからって100も200も伝えても伝わらないし、冒頭に伝えたようにね、誰かの文章なんてコピペなんて言ってもこの言葉っていうのは出てこないわけで、滑舌よく喋れたとかね、うまく喋れたなんて縦石に水みたいなね、それうまく喋れなくたってもいいわけで、やっぱり一番自分が伝えたいことをビシッと定めて、その思いを届けるというのが去り際後もつなぐご縁の紡ぎ方だと思うんです。さあ今日はクイックスピーチっていうことで、ね、SGKGS モデルっていうのをお伝えしました。今日は退職のスピーチっていうことで、家内のね、10名の方にスピーチする例みたいな形でやりましたけれども、日本には就業人口、働いてる人数ね、6000万人って言われてるわけです。そのうちの10名一緒に働いたということは、これ確率で言ったらですね 0.00002% なんですよ。600万人に1人の割合、このぐらいの確率で一緒に働いたってことですよね。なので一緒に働いてる時にはね、いい思い出も悪い思い出もそれもあると思うんですけど、これこそまさにご縁かなと思うので、ぜひね、そんな人間関係も最初から後にも紡げるようにですね、スピーチを作っていただければと思います。今日お伝えしたショートスピーチっていうのはね、短いスピーチで流れっていうので、こういうのでどんどん練習していくといろんなスピーチとかプレゼンに使えるんですけれども、実際やってみたりするともっと話すのが面白くなってきますので、ぜひこのチャンネルの概要欄も見てみてください。弊社が月150本開催している伝わる話し方セミナーがございます。話し方とかスピーチとかプレゼンとか上がり症改善に至るまでいろんなセミナーやってますので、ぜひクリックしてみてください。それではまたお会いしましょう。では。